アクロン号の設計概念図名コン号から、ッ発ンする搭載機械 QC スパローホーク複用機、ズベノー1母機である B-36 に喧嘩される回 -84E ティップ等計画で、エトブ -29A の、極端に接続された EF-84B 空中空母とは、航空機を空中で運用する母艦。21世紀初頭の現時点では、 小説等の作品に登場する架空の兵器である。航続距離の短い固定翼機を運用する目的で、各国で開発が進められた歴史があり、アメリカ合衆国では1930年代に母艦としてアクロン号、メーコン号のような飛行船が母機として使用され、実際に運用された経緯がある。同じく1930年代のソビエト連邦では、 スベノープロジェクトと呼ばれる親子飛行機計画があり、ツポレフ TB-1 やツポレフ TB-3 爆撃機を勃起として1機から5機の小型機を搭載する実験が行われ、一部は実戦投入された。第二次世界大戦後半には日本においては、オーカ、ドイツにおいてはミステルが運用された。ミステル計画では主に小型機が勃起となり、 大型機が発射されるという構成であった。また、ドイツにおいては、ダイムラーベンツプロジェクトと呼ばれる、超大型機に数機の小型機を搭載する計画もあった。1950年代には B-36 を使用するファイーハン計画や、ロッキード CL-1201 のような原子力飛行機でパラサイトファイターを運用する計画もあったが、中止された。いずれも、 空中給油の普及や大陸間弾道ミサイルの実用化などにより構想自体が陳腐化した。2016年以降、アメリカの研究機関 DARPA では爆撃機や輸送機などから小型無人機グレムリンズを発信、収容する研究が行われている。ファンタジー作品やサイエンスフィクション作品など多くの作品に登場する。空母が飛行する必要性や 飛行に利用する技術などの設定は作品によって様々である。そのため外観も実在の空母そのものの姿をしたもの、巨大な飛行機上の艦隊の背面に飛行艦板を配したもの、飛行船の内部、または外部に飛行艦板を配したものなど多岐にわたる。艦載機の運用に関しても発着艦ともに現実の空母と同様のもの、着艦は、 現実の空母と同様に行うが、発汗は十分な高度から魚雷発射艦のように投下するもの。発汗は現実の空母と同様で着艦に特殊な高速装置を用いるものなど、作品により多彩な設定が見られる。だ多数。ありがとうございます。